こんにちは、ココアです。今日はファッションについてを語っていきたいと思います。はい、ということで今回はいろいろ最近好きなファッションだったりをお話ししていくので、ぜひ最後まで見ていってください。最近ね、結構好きな系統が変わってきたりとかしているので、そのことについていろいろ話していこうと思います。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして隣にあるベルマークの方をタップして通知をオンにしてから見ていってください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ということでやっていきます。最近はね、この髪を切ってからここら辺の髪の毛は全くセットをしていない状態なんですけど、今もね全然朝起きてからセットしていない状態になっていて、前髪だけヘアセットをしているっていう感じで、もう本当にここら辺のヘアセットをしなくていいので楽になりました。なんか今まではヘアアイロンとかで外跳ねしているのとかを直していたんですけど、これぐらいの短さとかだと何もしなくてもこう内巻きになってくれているっていう感じなので、すごい楽だなって思っています。私はあんまり寝癖がつかない方なんですけど、こんな感じで前髪だけセットをして巻いているっていう感じです。で、使っているものが、こちらのアゲツヤさんのヘアアイロンで、こういう感じのゴールドの、すごい見た目が大人っぽい、高級感のある感じのヘアアイロンになっているんですけど、私はこういうストレートヘアアイロンを使って、いつも巻いています。で、太さはこれぐらいで、これぐらいの短さとかだと結構細めの方が巻きやすかったりとかするんですけど、前髪とかもこれぐらいの細さの方が巻きやすくなるかなって思います。これは220度まであるんですけど、こういう感じのヘアアイロンです。そして同じアゲツヤさんから販売されているものなんですけど、コードレスヘアアイロンで、これはこういう感じで、結構サイズはコンパクトな感じで、コードレスなので、本当に私はコードレスのヘアアイロンを持っていなくて、ずっと欲しいなって思っていたんですけど、このね、コードレスのストレートヘアアイロンがあることで、お出かけ先とか、例えば車に乗っている時とかもどこにでもできるので、持ち運びも楽だし、コンセントない時とかでも充電しておいて使えたりするので、本当にいいなって思っています。見た目はホワイト、私は持っているんですけど、すごくシンプルで可愛い。で、この形もすごいコロンとした感じで、こう蓋がついていて開けてやるっていう感じなんですけど、太さはこれぐらいで、結構コードレスなんですけど巻ける感じになっています。で、これを充電しておいてバッグの中に入れておいたりすると便利かなと思います。見た目が白で私はお気に入りです。はい。で、すごく軽いのでバッグの中に入れてもかさばらなかったりとかでもしっかり巻けるので、すごくいいと思います。ぜひこちらのアゲツヤさんのヘアアイロンはいろんなもの他にも売っているので、概要欄にリンクを貼っているので調べてみてみてください。はい。はい、そしてファッションのことについていろいろお話ししていく前に、最近のおすすめのものを紹介していきます。それが、じゃん、ハンガーなんですけど、これはすごい細いハンガーになっていて、最近私はこれにかけて洋服を収納していたりしているんですけど、こんな感じでホワイトですごくシンプルで、クローゼットの中もスッキリ見せてくれて、で、結構細めなので、服がたくさんかけられて、太いハンガーをかけることによって、クローゼットの中に入る服の枚数っていうのが限られてきちゃうんですけど、これぐらい細いとすごくたくさんの服をかけれて収納も多くできるっていう感じになっている、めちゃくちゃ便利なハンガーになっています。で、こんな感じの見た目で、この部分が全部ゴムっぽいような素材で、服が滑らないような加工になっているので、例えばカーディガンとかかけると結構ツルツルしたハンガーとかだと肩が落ちてきちゃったり、肩崩れとかもあるし、クローゼットの中でハンガーからすぐ落ちてきてっていうことがあるんですけど、これは絶対落ちないハンガーになっているので、すごくいいと思います。そしてここにかける部分もあるんですけど、例えば私はセットアップとかを持っているんですけど、そんな時にスカートと例えばトップスとか分けて収納せずに、このハンガー一つにここにスカートとかパンツかけて上にトップスみたいなジャケットとかでもいいんですけど、そういう感じで2着かけることもできるし、スカートだけかける用のハンガーみたいな感じで使うこともできて、すごく便利なものになっています。見た目も白ですごくお気に入りなんですけど、こちらも概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ調べて買ってみてください。このハンガーを結構使っている人が多いんじゃないかなと思うんですけど、すごく使いやすいし、クローゼットの収納もアップしたのですごくいいと思います。そして最近このハンガーを使っているんですけど、クローゼットの中身紹介とかでも
ちらのハンガーの収納とか紹介できたらしたいなって思っているので、そちらの動画も楽しみに待っていてください。はい。そして、この部分が付いていないタイプのこちらのハンガーなんですけど、これも同じ感じのホワイトのハンガーになっていて、ここがゴムっぽい素材になっているので滑り落ちないっていう感じで、結構滑り落ちてくるハンガーとかだとストレスになると思うんですけど、これはそういうことがないし、こういう丸い感じになっているので型崩れの心配とかもないっていう感じで、結構大きめになっているんですけど、すごくいいと思います。特にへこみとかはないんですけど、この加工自体が滑らない感じになっているので、どんなお洋服かけても滑らないで、すごくしっかりしている感じなので、大きめのアウターとかかけても全然大丈夫かなと思います。こちらも商品の URL を概要欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。はい、こんな感じでした。はい。そしたらちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、いろいろファッションのことについてお話ししていきます。私は今までファッション遍歴とか、ファッションの私の中の歴史みたいなのをお話しした動画は上がっているんですけど、小学校の時ぐらいから行くと、JS ファッションから始まって、原宿系が好きになって、ハイブランドが好きになって、みたいな感じで、で、今回はそういったことではなくて、最近の好きなデザインとかについてをお話ししていきたいと思います。今まではもうすごく子供っぽい感じで、ごちゃごちゃした感じのお洋服がすっごく好きで、もうずっと好みが子供っぽくて、周りの人から比べると、なので自分でもすごく心配になるぐらい、大人っぽいのを好きになれるのかなっていうぐらい、ずっとすごくごちゃごちゃした感じの派手な感じとかが好きだったんですけど、最近結構落ち着いてきて、結構大人になってきたっていうのもあるかもしれないんですけど、まあでも皆さんからしたりとか、普通の人からすると全然今でもごちゃごちゃしていたりとか、結構派手な感じ、子供っぽい感じに思われると思うんですけど、私の中では本当に大人っぽいのが好きになってきて、だんだん服とかもシンプルなものを選んだりとか、なんか去年ぐらいから淡い系の色をすごく好きで、薄いピンクとか白とかが好きで、で、小学校のぐらいとかにはすごく薄いピンクとかが好きで、そればっかり着ていたんですけど、で、その後結構派手な色、蛍光とかが好きになって、今また白とか薄いピンクが好きになって、去年の春ぐらいとか冬に薄い系のパステルカラー系の服がすごく好きで、で、去年の冬くらいから色で言うと白がすごく好きになって、選ぶインテリアとか、まあ今全然ここら辺ピンクだと思うんですけど、白を選ぶようになったりとか、なんかオールホワイトコーデとかが流行っていたり、白いインテリアとかが流行っているっていうのもあるかもしれないんですけど、すごく白が好きになったと同時に、シンプルめなお洋服とかを結構選ぶようになったり、もう本当に服のデザイン自体とかも大人っぽいものを選ぶようになったかなっていう感じで、すごく自分の中でも 1,2 年間ぐらいで大人っぽいものを好きになりだした感じかなと思っています。でももちろんなんかたまにすごくごちゃごちゃした感じのお洋服とか、可愛い感じのもの、そういったとかもすごく好きだし、今まで通り好きだし、たまに着たりとかもしているんですけど、全体的に選ぶ洋服とか、買ったりするお洋服、着たりするお洋服とかも、淡いピンクとか白とか、オールホワイトコーデもすごく私は最近好きで結構したりしているんですけど、自分でも急に大人っぽいのを好きになったなっていうのを感じているんですけど、やっと大人っぽいものを好きになれたかなっていう感じです。周りの人からすると、好みとかがすごく子供っぽいし、すごく遅れていると思うんですけど、大人っぽくなったなって自分で思うのが、ファッションだけじゃなくて、好みとか、もうすごく大人っぽくなる。結構前まではインスタ映えスポットとかでも、もうザ映えみたいな感じが好きだけど、今はエモい感じのスポットとかに行く方が好きで、なんかナチュラル映えみたいな、景色が映えみたいな感じのところの方が好きだし、本当にごちゃごちゃしている感じっていうより、ナチュラルがすごく好きになって、すごく心境の変化とかっていう感じなのかなと思います。で、自然もすごく好きだなって思って、もちろん今もピンクは好きなんですけど、最近はごちゃごちゃした感じの洋服を着るっていうよりかは、白とかシンプルめな
お洋服の中にもちょっと可愛らしさがあるっていう感じで、シンプルなんだけどちょっと個性がある感じのお洋服の方が着ていて落ち着くし、濃い色、黒とかめっちゃ濃いめのピンクとか銀色とかっていうのを着ていると結構疲れちゃって、で最近は淡い系の色を着ている方が自分的にも落ち着くし、黒よりグレーを選ぶっていう感じ でごちゃごちゃしすぎないようなファッションに最近は好きでするようにしています。絶対大人っぽいお洋服好きになれないだろうなって思っていたんですけど、なんか急に大人っぽいお洋服を私の中ではなんですけど好むようになったかなっていう感じになっています。で本当に昔と比べると、小学校から中学校に上がる時とかめっちゃピンクだったので、制服着てるの考えられないっていう風に周りの人からめちゃくちゃ言われるぐらいめちゃくちゃ派手だったんですけど、でその後も結構割と派手なのが好きでっていう感じだったんですけど、で黒よりグレーの方が好きだなって思い出してからシンプルめなものを選ぶようになったりとか、少し大人っぽいものの方が落ち着いたりとかっていう感じで、髪の毛がすっごく黒髪で、なんかちょっと茶色みたいな人もいると思うんですけど、めちゃくちゃ黒いっていう感じなので、これに黒い服を着ちゃうと本当に似合わなくて、めちゃくちゃ暗い印象になってすごい重たい感じになっちゃうので、なのでグレーの方が似合うし私は落ち着くなと思って、黒よりグレーって感じで、まあ今みたいにね黒も着たりしているんですけど、できるだけグレーとか淡い系の単色系が最近は好きで選ぶようにもしているし、まだそっちの方が似合うから選ぶようにもしているっていう感じで、最近のファッションの組み方とか買うものの選び方、お買い物の仕方っていう感じになっています。で今までだったら絶対物とか着る物とかでもそうなんですけど、白とピンクがあったらピンクを選ぶようにしていたんですけど、インテリアとかは最近は絶対白を選ぶようにしていて、私はハマったらもうそればっかりっていう感じなので、結構ハマりやすく飽きやすい感じなので、今だったら絶対白みたいな感じで、昔だったら絶対全身ピンクみたいな感じだったんですけど、最近はオールホワイトとか白が好きなので、絶対何かあったら白とかを選ぶようにしているっていう感じで、自分の中でまた何年かしたりとか、まあ、今年中にとかもあるかもしれないんですけど、好みが変わったりするかもしれないんですけど、今はそんな感じの最近の趣味、最近の好みになっています。なので本当に最近はシンプルが好きなので、動画のサムネイルとか自分で作っているんですけど、動画のサムネも結構前までは、1年前ぐらいとかまではごちゃごちゃした感じで、めちゃくちゃ文字入れて色入れてめっちゃカラフルみたいな感じで、すごいキラキラした感じのサムネだったと思うんですけど、今はできるだけ文字を少なくしたりとか、白とかあんまり飾りを入れないサムネイルの作り方だったりとかっていう感じで、すごく必要最低限で見やすいようなサムネイルを作るっていうのを心がけていて、サムネを見ても自分でも結構動画を見たりしているんですけど、過去の動画のサムネとかもすごく自分の中でよくできたなっていうものとかだったらすごくいいなっては思うんですけど、今はシンプルなサムネイルの方が自分の中でいいなと思っていて、そういったところにもちょっと趣味の変わりっていうのが出ているかなと思います。結構前と比べると全然違った感じのサムネイルになっていると思うんですけど、サムネの作り方とかは被らないようにできるだけ変えるようにはしているんですけど、今は結構シンプルめなサムネが多めになっているかなと思います。でそのサムネとかによっては全く文字を入れなかったりとかっていうのもあるんですけど、そういうのもシンプルでなんかいいなと思って自分なりに作っています。自分で大人っぽい大人っぽいって言っているんですけど、皆さんからすると全然子供っぽいよって思われると思うんですけど、私の中で本当に成長したなって思っていて、なのでこんな感じで動画を撮ってみました。はい、ということで今回はこれを伝えたかったので動画を撮ったんですけど、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ということで今回はファッションのことについてをいろいろお話ししてみました。本当にここ 1,2 年で私の中ですごく変化して、でこれから先またごちゃごちゃした感じのお洋服が好きになったりとか、流行りですごくナチュラルなのが流行りとか、オールホワイトが流行り、白が流行りっていうのもあるかと思うんですけど、最近はそんな感じですごく大人化しているなと自分的に思っています。ずーっともう本当にシンプルなのが好きになったことがなかったので、なんか一度筆箱の中身とか白にしたいなと思ったことはあったんですけど、でもやっぱりピンクの方が落ち着くっていう感じ でごちゃごちゃした感じが好きで、キャラクターが好きでみたいな感じだったんですけど、すごく大人っぽいのを好きになったなっていうのを実感しています。ということで私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして隣にあるベルマークの方をタップして通知オンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
you